今だからこそ言えるんですけど、自分が失敗したことすごく情けなく思ってて、正直ちょっと折れかけてはいます。ちょっと込み上げてはきてたんで。5社しか面接してないんでしょ。あ、そうですね、はい、ほぼまだ何もしてないじゃん。じゃあそのまま悩みの方に移れたらなと思うんですが、一番の悩みちょっとお願いします。今年こそは自分が失望している業界ですとか、まあ、行きたいなっていう思うところに就職を決めたいなっていうふうに思ってるんですけど、どういうふうにすれば自分らしさアピールできるのかなっていうのが、思ったこととかあったら教えていただきたいんですけれども、うん、ちなみに内定した後にこういう大人になりたいとか、こういうふうに活躍したいみたいなのってあるんですか？自分が熱意を持ったことっていうのは本当にとことん突き詰めてやるタイプだと思っていて、まあ、それは自転車競技を通じて自分も感じているんですけれども、自分が携わったものにはしっかり責任と使命感っていうのを持って取り組んでいきたいというふうに思っています。具体的な今の就活の中状況を教えていただいてもいいですか？そうですね、就活の状況ですと、企業ですと IT とか広告のベンチャー系っていうのも受けさせてもらっていて、最大で進めてまだ二次面接まで、二次面接以降はちょっとまだ進めていないっていう、それは去年の就活も含めてそういった状況もあります。話し合った後の方が笑顔になるんだよね。話してる最中に笑顔にするっていうのは採用じゃなくて努力なんで、努力で笑顔で話せるようになるというだけで最終面接ぐらいまで行くと思いますよ。中身に関して言うと具体性がないと思うんですよね。話に具体的に話す練習を周りの大人にしたらいいと思います。固有名詞と数字を入れて話す練習を大人相手にとにかく1日1回はするみたいな、こういうトレーニングで一時受かって二時落ちるっていうのは、はい、多分一時で短い時間でだったら抽象度高くても、これぐらいの短い時間だから抽象度高くてもしゃあないような合格みたいな、二次面接だと長い時間なのにそれが薄くなって同じ抽象度みたいな、いろいろ聞いても薄まっただけで深くなっていかないっていうところが多分その結果を指しているのはまず気はします。謙虚で自分で探せって言っても自分のいいところを自分で見つけられない人かもしれないんで、人から教えてもらうっていうか僕のいいところなんですかね、抽象度高くそれはやりきる力だよとかって言ってもらうんじゃなくて、それってどこで感じました、ね、あ具体の、そうそうそう、でそのそれを出すそうそう、うん、ここが今足りないんですよ。ちなみに周りの先輩とか友達からどんな人って言われますか？コミュニケーションの力っていうのはあるの方がなのかなっていうのは思ってます。飲食店でアルバイトさせてもらっていて、はい、観光客の方とかはたくさんいらっしゃるので、そういった方に地酒をお出しするんですけれども、うん、お客様がどういったのが好みかっていうのを聞いたりですとか、うん、ニーズに合わせて自分で、まあ、こういうお酒がいいんじゃないかっていうのを選んでお出ししたりとかもしているので、お客さんに楽しんでいただくために積極的に話そうっていうところは考えてやっているので、そういうところは自分のいいところなのかなと思ってます、うん、今の話とかまあまあ大丈夫ですか、うん、まあもうちょっと聞きたい感じはありますけど何か言ったら、例えば具体的にはっていうのを口癖にしといた方がいいわけですよ。癖にしちゃいます、はい、日常的に変なモードに入っちゃってるような気がするんですよ。昼食ローにしてるので慣れてきたというか、うん、まとめて話そうとか簡潔に話そうとかっていうものが結局抽象度を高めてる感じがするんですよね。学生さんが思う分かりやすさって意味が分かる、うん、簡潔だったりとかシンプルだったり端的だったり結論パスとかね、まあ、悪いことじゃないんですけど、僕らには分かりやすさっていうのは意味が分かるっていうことだけじゃなくて、なんか具体的な場面がイメージできる、これが分かりやすいっていう感じで、それがイメージできなかったら分かりにくいってなるので、ちょっとずれてると思うんですよね、その分かりやすさのイメージっていうのは。まあ、具体的にどうすればいいかっていろいろ出たと思うんですけど、来年は通過点にちょっと頑張っていただけたらなと思います。それに関連してもう一つあるということで、はい、自分今こうやって大学を休学させてもらって、まあ、就職浪人といいますか2回目の就職活動っていうのをしているっていう状況なんですけども、多分傍から見たらすごく悪いイメージっていうのが強いんじゃないかなっていう印象があって、それこそ自分がこういうふうに反省してこういうふうに行動していますよっていうのを示したとしても、でもそれって去年やればよかったよねって言われたらおしまいなのかなっていうふうに思ってて、就職浪人をしているっていう経緯があった時にそれを面接官の方に聞かれたら、その淡々と事情を説明した方がいいのか、やっぱりその一つのエピソードとして強みとして自分の中で生かしていっていった方が印象は良くしてもらえるのかっていうところではちょっと悩みといいますか、どういう風にしていくのがより良いのかなっていうのをすごく今悩んでいます。どうですかね、ケンさん、不利になりますか？東京では関係ないっていうのが僕の意見ですね。就職浪人してるからってネガティブになることはない。もしかしたら個人的なところでは何かあるんじゃないかと、まあ、1位落としといた方が無駄かなみたいな、そういう世界もあるのかもしれないけど、まあ、僕が知ってる世界ではあまり関係ないかなと。今日まで何をやってるのかっていうことの方が大事で、
就活浪人をした。全然気にならないですね。その代わり、なんかサイト制作をして、自分でワードプレスですぐ立ち上げられるとか、SNS でフォロワーをこのぐらいの期間で何フォロワーを増やしたとか、今日できることをやりきっていて話せることがあるっていうことの方が、ベンチャー系は評価されるので、確かに自重、自公、自創みたいな必要という感じですか。すごい気になるのは、就職浪人って大したことないと思うんですよ、うん、それをめっちゃ気にしてる感じが気になる。去年も全然できてなかったんで、後悔ばかりだったんで、もう帰り直してます、うん、以上ですみたいな感じで言われたら、あ、そうなのねぐらいでさらっと流れていくのに、めっちゃ気にしてるよねみたいな、むしろそこですよね。だからもっと明らかんと大丈夫だと思うんで。金沢大学で休学するとかって、ほんと学年に一人二人とかなんですよね。そうなんですか。やっぱりその、井の中の蛙というか、もう後ろ指めっちゃ刺されるんですよ。あ、なるほど。金沢大学の YouTube やるとかも、気が狂った人っていう人じゃないとやっぱやれないんですよね。なんで、地方のほっこりとあるあるだと思うんですけど、やっぱ他と違うことで、やばい人みたいな風な空気感で、自分もそうなんじゃないかって思っちゃう気持ちもすごくわかる。本当に、今だからこそ言えるんですけど、自分が失敗したことすごく情けなく思ってて、でもう本当に何もできないぐらい落ち込んじゃった時っていうのがあって、だからこそこうそういうのもありましたよっていうのはしっかり伝えた方がいいのかなっていう思いでやってきたので、あのなんていうか、もっと堂々ともっと堂々と生きていきたいな。謝罪会見炎上した後、謝罪会見みたいな、ちょっと思い出しちゃって5社しか面接してないんでしょ。あ、そうですね、はい、今日まだ何もしてないじゃん。みんながやっているところでやっていないっていうのがちょっと反省点というか、良くなかったかなっていうのがあって、あ、ここ来る前、今日採用面談してから来たけど、その人も一浪一流だったし、全然いっぱいいる。東京って当たり前、思ったこと多分全部言ってるんだと思うんですけど、確かにそうやって本当に落ち込んだんでしょうね。でももうクリアして今になってるわけでしょ。そのことも言わなくていいじゃないですか。なんか相手不安にさせるだけな気がしますね。ちなみにその絞ったのは、今年は絞らないでちゃんとやるんですか。それは結構敗因だと僕は思う。あ、そうです。この駅前開発とかを行うってなったら、の方がめちゃめちゃ強いっていうのも分かってきましたし、業界も広げられない、決め打ち結構危ないっす。指摘していいって言ってもらえると気楽に言えるな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。